メルトラは、ポルトガル南東、ベージャ県の基礎自治体。アレンテージョ地方にある。東側を、スペイン国境と接しており、基礎自治体としての面積は、ポルトガル国内第6位である。その結果として、人口密度は、国内で2番目に低い。基礎自治体の中心は、人口約3100人の村メルトラである。メルトラは、グアディアナ川沿いの丘の上にあり、 その要衝としての位置が古典古代からイスラム支配時代まで重要な交易川港とされた。過去の遺跡の中からポルトガル国内で唯一残った中世のモスクをメルトラは誇りとしている。古典古代の間、メルトラはフェニキア人、カルタゴ人、古代ローマ人が定住した。古代ローマはこの地をミルティリスユリアと呼んだ。 グアディアナ側の航行可能な最北部が初期の発展において重要となったことで丘の上のメルトラは幼少となった。近郊のビラでは農産物が育てられ価値の高い鉱物がしたアレンテージョ地方から得られそれはメルトラの川港を経由してヒスパニア南部と地中海へ送られた。アウグストゥステージ代に村はムニキピウムに昇格し道路網を通じて 重要なローマ都市とつなげられた。グアディアナ川を望むメルトラの眺め。もともとはモースクであった、ノッサセニョーラダ・アヌンシアサウン教会が見える、民族移動時代には、メルトラは、ゲルマン民族に属するスエビ族と、西ゴート族の信仰を受けた。5世紀から8世紀のこの時代、交易は衰えたがそれでも活動していた。6世紀から7世紀のものと見られる、ギリシャの墓石が、 メルトラで発見されており、これは村に東ローマ帝国の商人の存在があったことを示唆している。711年頃ヒスパニアはマグレブ出身のムーア人の信仰を受け500年近く続くイスラム文明の多大な影響を受けた時代がアレンテージョ地方で始まった。メルトラはイスラム教徒によってマルトラーと呼ばれ、川港は アレンテージョ、アルアンダルスと北アフリカの間で行われる農産物と鉱物の交易において重要な経済的役割を担った。メルトラにはローマ時代からの城壁があった。しかしイスラム教徒は新たな防衛設備を作り、その後敵対するイスラム教徒やキリスト教国家からメルトラを防衛するための城を建てた。1031年に コルドバ大主国が滅ぶと、メルトラは独立した大ファとなり、1044年にセビリア王国に征服されるまで存続した。1144年から1150年の間、村はイブンカシー率いる独立国家の本拠が再び置かれた。カシーは神秘主義者で南部ポルトガルを統一した軍事指導者であり、村アビト朝勢力と戦った。 しかし、地方の独立は、アルモハド・アサの信仰で、すぐに終焉を迎えた。メルトラにある、イスラム時代からの最重要の遺跡は、12世紀前半に建てられたモスクである。後に、キリスト教の教会に変えられたが、未だモスクであった原型の特徴を多く保存している。メルトラ上レコンキスタの状況において1238年、村は、 ポルトガル王三種二世によって征服された。メルトラ地方におけるイスラム支配の世紀はここに終わった。村は南部ポルトガルのキリスト教徒による征服で書くことのできない役割を担った騎士修道会サンティアゴ騎士団の報道となった。騎士団の拠点は1316年までメルトラに置かれた。 レコンキスタ時代からある城の大半、そして封建的な権利の証書は1254年に授けられた。北アフリカと固く結ばれていたつながりを断たれ、メルトラとグアディアナ側の経済的な重要性は、レコンキスタ後に衰退した。15世紀から16世紀、ポルトガルがマグレブにおいて、数カ所の都市を征服した時、メルトラは、束の間の経済関連の復活を果たした。 北アフリカで展開するポルトガル軍へ穀物を供給するためであった。1512年、マヌエル一世は村に新しい特権を授けた。長い経済不振の時期の後、サンドミンゴス鉱山での銅の発見が新たな経済発展の波を起こした。1965年にこの公共は鉱山が枯渇したことで突然終わった。続く10年間、自治体は 人口の大半を失い、住民は国内の他都市やヨーロッパ諸国へと移住していった。1980年代に始まった考古学的調査がメルトラの古い時代の多様な遺跡に光を当て、村は重要な文化観光地となった。メルトラを囲む城壁、ありがとうございます。